さあ、ここだ、な、何店今日、福知山か、福知山の三郷町かな、福知山でもだいぶ南の方まで一気に下ってきました。っていうかね、失敗したな、綾部の方で曲がっとけば、いくつか飲食店あったみたいなんですけど、こっちの方に来ちゃうと、もう神岡までね、走らないとね、どうもね、何も店がなさそうなんでね、あとさ、神岡まで約40キロか、結構ありますね。ちょっと頑張っていこうと思います。そうですね、京田辺あの辺りにはちょっとあまり、京丹波とかあっちの方だとあまり店がないみたいなんで、残念だからそこまで行かないといけないみたいなんで、ちょっと頑張っていこうと思います。さあ、亀岡の誠屋さんね、前にあの葛城町でね食べたところね、奈良のあそこにで、ラーメン食べてきました。これね、食べてきましたよってことでね、喋りたいところなんですけど、すいません、めちゃくちゃ鼻血が出てきて今10分ぐらい止まらなくてね、えらいことになってる、大惨事になってるもんで、ドックドック出とるもんで、ちょっととりあえずこのまま収まりしたら行きたいと思います。はー、やばい、ここだけで今緊急で撮ってるんですけどね、これどこにおるかというと、京都の京都市、ここは西京区かな、なんて言ったっけな、京都市西京区の、なんか京都上勝田山田口店かな、山田口ってことでね、山田ってなってたんでね、寄らないときねえだろうってことでちょっとセブンイレブン寄ったんですけど、いや寄ってよかった。ちょっとねセブンイレブンでずっとね探してるのがあったんですよ。メモ帳なんですけどね、どっかの動画でも言ったことあると思うけど、うちこのメモ帳を足げく使ってるんですよね。糸閉じタイプで方眼タイプだから横向きでかけてこんな感じでね、普通のやつと違って方眼タイプなんですよね、こいつで。ミシン目が入ってるんで、うちのねそのでサイズもちょうどメモで後ろに入れた時に邪魔にならないサイズっていうので、ちょうどいいサイズだったね。これめちゃくちゃ気に入ってて使ってるんですけど、なんか最近、三重県の方の東海地方のセブンイレブンでは全然見かけなくなっちゃったんで、もう終売してんのかなと思ったんですけど、もう棚もなくなっちゃってるんでね。京都来たらありました。やった。これから京都に買いに来ないといけないですね。それだけです。今時刻が、これどこで使うんだろうね。午後11時前ですね。10時55分。ってことなんで。いやー、まだ京都の市内だ。時間かかるな。下道で来たんでね。どっかで休もうかな、どうしようかなっていうのをね、こう、探り探りだったんですけど、あれ隣のファミマ閉まった。閉まるもんなんだ。しかも11時なんで、セブンイレブンなの？あ、そうなんだ。セブンイレブンこっちなんだけどな、隣にね、ファミマがあって、ここにセブンがありますよっていう構造ですね。ザ・京都スタイルですよね、色合いが。ってことらしいです。まあ、ただここだともうちょっと市街地の方に近いんでね、休むって言っても、お高いお値段にね、強風なお値段になってしまいますんで、もうちょっと抜けてね、大津のあたりとかで休めたらな、いいんだけどな、本当に京都市から北川ってびっくりするぐらいカフェも何もないのね、あの手の店が。これはちょっとおかずでしたね。今後ちょっと気をつけないといけません。本当にないんだね、びっくりした。よし、以上です。次はどこかな、滋賀かな、三重かな、ダウンしたところでアップロードします。